い、皆さんこんばんは。愛称ロマン系花札 VTuber こと平哲でございます。本日はですね、前回はコイコイやりましたけど、今回はですね、こちらのゲームソフト、コイコイジャパンですね、こちらの追加コンテンツの方でですね、花合わせができるということなのでね、花合わせやっていきたいと思います。コイコイのゲームなんですけどね、タイトルももうコイコイジャパンなんですけれども、まあ追加コンテンツを買えば花合わせも遊ぶことができるというふうになっております。こちらスチームで販売中でございますね。はい、それでは他もちょっと下げとこう。よっ、ほい。そしたら、ですね、シングルプレイで花合わせ、設定どうなってんのかな、難易度3ぐらいにしとっか。対局数6で、よし、では対局開始しますか。ほい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 。親決めですね。じゃあこれで、1月親からですね。じゃあ6ヶ月戦いきたいと思います。よろしくお願いしますね。さあ、私からですが、まあこれといって派手な札は特にないですね。じゃあこれちょっと藤島が期待できますね。藤がもう3枚見えてますんで、じゃあこれを打ちまして、藤が1枚出たら藤島をいただいちゃいましょうか。お、杯か。これはまあゲットしといた方がいいでしょうね。さて、坊主は持っていかれ、鶴も持っていかれる。松切坊主のリーチになってますね。メグさんですね。松切坊主のリーチという状態ですね。こいつはちょっと困るな。では、より点の高い、種札でカスを打ちましょう。で出すものがなくなりました。まあこれで霧を出してしまうと松切坊主をされてしまう可能性があるので、そうですね、まあ雨でも打ちますか。雨のカスでもね。あ、霧が出たぞ。あ、でも残り1、お、霧はそっちに流れましたか。じゃあとりあえず松切坊主はなしということで、じゃあ残りは霧のカス札を打ちまして、お、藤出てきましたよ。これはもう藤島確定ですね。あ、これは霧島ですね。おー、ふみさん、霧島を決めていく。じゃあ私、も、はい、これで藤島ですと。はい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 。お、光札が3枚も。でかいですね。はい、これで終わりですね。で、プラス6。おい。まず1月目はプラス6問ですね。さて、次、そうだな。これはまだ割と良いのでは？どうせなら松切坊主や月見で一杯を見たいのような気もするんだけどな。イノシカチョウも割と見えてるっちゃ見えてるんだ。ああ、とりあえず霧行きましょう。あ、坊主。お、これで松切坊主はない。ああ、イノシシは取られてしまったか。そしたら、とりあえずは、そうだね、これで。二人札を1枚いただいておきましょう。まあ20点札ですかね。お、草タンができました。20点札ですからね、取っといて損はないですね。そしたら、メグさんの青タンを潰しつつもこっちの点数を増やしていきましょう。そうだな、これはどっちもどっちですね。まあもう草もできてるし。そしたら藤じゃない、あやめいただきましょう。
他に警戒すべきは、まあ、花見酒ぐらいか。イノシカチョウもないし、青タン、赤タン、赤タンはまだ残ってはいるんだね。なら、坊主のカスをいただき、お、ここで出てきたが、杯はメグさんに流れる。赤タンは最後まで置いておくか。じゃあ、これを打ちまして。さあ、じゃあ梅の赤タンをいただいて、これで終わりですね。で、藤島もないと。はい、ここで終了。マイナス19。ああ、取り札の点数も高かったし、で、さらに草ができたんでね、プラス50ですか。なかなかでやりますね。よし。まあ、これは鶴からいきましょうか。わーっと、もうイノシカチョウリーチか。おお、花見で一杯もできちゃう。これはちょっとピンチですね。そしたら、もうこれ、草も警戒してもしゃあないもんね、これね。萩はもう2枚出てるので、萩のカス打ちましょう。では、ボタンをいただきまして、イノシカチョウを防ぎ。これね、なるだけ点数を高いのを取ってマイナスを防ぎたいので種札取ります。ああ、そうなっちゃったか。ああ、のみですね。失礼。のみか。のみか。困ったな、これは。だいぶ今回の、何月だ、今。3月か。3月の出費はでかいですね。のみが出てこられては。青タンはもうないもんな。じゃあ仕方がないので、とりあえず5点札取っときましょう。お、来ましたね。2人札が来てくれたのは、まあ、多少の救済にはなるが、それでも多分これだいぶマイナスじゃないのか？のみのせいでプラス48点。でかいですね。そうですね。じゃあ、青タンで蝶を叩きましょう。お、早速、杯を持っていく。青タンも向こうに行っちゃうと。そしたら、これは赤タンいけるのでは？赤タンいけそうな感じになってきたぞ。花合わせは恋恋のように、途中で終わってしまうことがないので。お、桜に幕来ましたよ。あー、そこで持ってっちゃうか。これはちょっと困っただ。梅は？まあ、霧でいいか、ここは。梅、出ましたね、梅のガスが。おーっとー。よし、そしたら、梅の赤タンをいただきまして、赤タンリーチです。お、来ました、桜のカスが。これで赤タン確定ですね。あ、藤島つけちゃった。まあまあいいでしょう。こっちには赤タンがあるので。はい、赤タン。
ああ、でもね、取り札の合計点がだいぶ低いんだよな。赤単で多少軽減はされるけれども。あ、でもこれ6単？ 6 単にはならないのか。あ、そうか、雨だもんな、これ。ああ。まあでもこれでプラス38。いいですね。赤単がね、点数配分がでかいんですよね。さあ、親を持ってきましたが。これはまた藤島いけるのでは？そしたら、これは初めに藤を取っといた方がいいな。そして、桜に巻く、霧に鳳凰に、で、坊主と。そしたら、これどっちを優先しようかな。ああ、赤単警戒も含めてこっち行っとこう。じゃあ、坊主いただきまして。じゃあ、イノシシいただきましょう。花合わせはね、お、来ましたよ、霧のカスも。じゃあ、こいつもいただきます。蝶は持っていかれる。そしたら、これで、はい。これで、藤島。いいぞ、いいぞ。逆転狙っていくぞ。さあ、ここで、松の赤単が出ましたね。松の赤単か。そうだな。ここで松に鶴を、起こすことができれば。ああ、杯。はい、あ、草単つきました。これはいいですよ。あ、これで飲みはなくなりましたが、草単がついたので、よしとしましょう。あ、赤単できちゃった。まあまあ、いいでしょう。プラス81。メグさん、マイナス111ですよ、これは。かなりきついのではないですかね。さあ、最後の6月です。ふみさんが若干リード。私79問。ふみさん134問。ここはなんとかものにしたいところですね。萩ともみじ、どっちから行くかな。青単。いや、青単のことも考えるか。こっち行きましょう。あ、もう草リーチじゃないですか、これ。草リーチですね。草リーチはちょっと困るな。あ、草できちゃった。おー、最後にやってきましたね。アメ島。このゲームの場合、アメ島ってどうなるんだ？役流しになるのか？これね、ゲームによってね、役流しだったり、20点役だったりとかね、違うんですよね。コイコイジャパンの花合わせの場合は、どっちが採用されてるんだろう。そこがちょっとわかんないんですね。来ました。で、松切坊主リーチですが、アメ島がどういう扱いになってるかによりますね、これね。まあ、とりあえず光札を、そっちに流れたか。まあ、いいでしょう。光札を、こっちで押さえるというのは、それだけででかいんですが、わ、6単ができちゃった。最後、かましてきますね、メグさん。そうだなぁ。埋め出してこのまま赤単まで決められても怖いんだけど。まあ、一か八か行ってみるか。はい、これで霧島です。おお、藤島まで乗っけてきたよ。これ、これ、
ワンチャン、メグさん逆転あるんじゃないですか、これ。はい、いやいや、カタンはこっちに来る。おー、7ターン。やばいですね、これ。え、メグさん何点なんの、これ。プラス127。あー、なるほど。ということは、あー、私は2位か。最後あれだけ上がり倒してプラス127点を決めたメグさんも結局は逆転はできませんでしたということですね。はい、というわけで、花合わせ6ヶ月戦でございました。まあまあまあ、こんな感じでね、恋恋も楽しいんですが、また花合わせというね、3人でやるメジャーな遊び方もございますんで、興味ある方はね、ぜひやってみてください。今のところゲームとしてはですね、このコイコイジャパンの、追加コンテンツですとか、あとはそうですね、スイッチの、私は前回投稿しましたみんなの花札っていうゲーム、あちらのですね、あちらもダウンロードで買えるんですが、あちらにも花合わせはついております。また携帯アプリで花合わせができるものもございますのでね、気になる方はやってみてください。そして私のチャンネルには、花合わせのコラボ動画も上がっておりますのでね、ぜひ興味ある方はご覧ください。というわけで、本日はコイコイジャパンで、花合わせをやらせていただきました。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録、 Twitter のフォローと、あと高評価とかですね、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは本日のところはこの辺で失礼したいと思います。さようなら、さようなら、さようなら。